最近、日本のメディアで、中国で EV めちゃ売れてます。的なニュースをよく見かけます。ある記事には、広州市内の道路で、記者が野鳥の回のようにカチカチ数えてみたところ、なんと、53% が新エネ車だったとありました。めっちゃ多くない?というわけで、首都北京の状況はどうなっているのか、早速調べてみました。中国では、ガソリン車やハイブリッド車のナンバープレートは、青。EV などの新エネルギー車は、緑色です。北京市内の大通り2カ所で5分間、通過する車のナンバーを数えました。5分間で通過した車は、合計438台。このうち、11.4% に当たる50台が緑ナンバーでした。少ないとは思ってましたが、1割というのは予想以上の少なさ。緑ナンバーの多くが中国ブランド、青ナンバーの多くが日産やアウディなどの外国ブランド、という傾向は記事の結果と同じでした。もう一箇所、今度はサンリトンという商業エリアの近くで同様に5分間数えました。結果はこちら。5分間で通過した車は合計179台。このうち 10.1% に当たる18台が緑ナンバーでした。ショッピングエリアが近いからか、タクシーの比率は高いですが、新エネ車が1割というのは、1箇所目と同じ結果でした。ここで肝心なことを忘れてました。北京では、大気汚染対策と渋滞緩和のため、平日の日中に走行できる車を制限しています。例えば2月の月曜日は、ナンバーの末尾が4と9の車は走ることができません。この制限は青ナンバーのみで、緑ナンバーは何曜日でも走ることができます。計測したのは、いずれも平日だったため、実際の新エネ車の比率は、もう少し低そうです。新エネ車の比率が、広州より低い理由については、購入時の補助金など、政策面の差もあると思いますが、一番は単純に、寒いからかなと思います。テスラに乗っている北京の友人も、冬の方が電池の減りが早い、と言っていました。街乗りする分には気にならないそうですが、巷ではやはり EV は寒さに弱い、というイメージが、まだまだ強いように感じます。とはいえ、街中の至るところに充電ステーションがあり、充電中の車もよく見かけます。充電の待ち時間を解消する、バッテリー交換式のステーションもあります。車が入庫し、バッテリーを交換して出るまでわずか4分ほど。電池交換を待っている人に話を聞くと、数は多くないけど、そんなに並ばないし便利、と言ってました。中には電源が入ってない、ゾンビステーションも。北京の新エネ車の比率、高いと思いましたか?低いと思いましたか?私は、思ったより低いなぁ、という印象でした。